立ち上がり良かったのがその何度も出ているように金沢、はい、14分のゴールシーンからご覧いただきます。ここで中央で清原が前を向いて、うん、そしてスルーパス返した。だからここだって山形が一番締めておかなきゃいけない中央を3人の選手のうまいプレーでこう切り崩したわけですよね。だからもう本当にこれは素晴らしい崩しからのゴールって言っていいですよね。だからこの、はい、今柳下監督おっしゃったようにこの判断も間違ってるってことなんですね。だから、はい、庄司選手のこの対応、はい、当然そこまで行かなくてよかった、行かなくていいってことですよね。でここは小林誠吾選手のドリブルのパワーっていうのをある程度受けながら時間をかけさせるっていう判断もできたわけですよね。はい、3分の同点ゴールのシーン金沢の判断として見ていきたいと思います、うん、ここはねでも結構攻め残ってる、コーナーキックかフリーキックかなんかわからないですけどこう前線に栗山選手とかも残ってたりするんで多分流れですよね、で人数が多くなった中でやっぱマーク選手の確認っていうのがここ開始 2,3 分でしたよね。3分ですね。だからそこで整理できなかった中での失点でしたね。そして24分の逆転ゴール、ここで加藤が懸命に寄せるんですが、はい、ここも難しいですよ。ただこの沼田選手がこっち南選手にパスを出させないっていう切り方もできたわけですよね。小林誠吾選手をもっと左サイドに追いやっていくような対応の仕方もあったわけだけどそこに通されちゃったっていう判断ミスだったり、まあ、コーナーのところからのカウンターですからね、はい、その中でもその後圧力を強めた金沢は43分の佐藤のシュート、うん、そして48分はこのトラップから清原、はい、この時間帯にこんだけ踏ん張ってしかも連続したプレーでっていうの清原選手、まあ、この時間帯1人目立ちましたよね。